今一応ここに心拍の素材があるんですけど、はい、一貫性これだとこのねじり捻転は面白いんですけど、この頭がちょっと大きすぎるんですよね。長すぎる。なるべく心拍なのでコンパクトに作りたいので、ここを展示にして、まあ嫌味になるかもしれないですけど、ちょっと長く一応残しておいて、まあ、売り物として作っていこうかなと思います。はい、本来ちょっと嫌味になる可能性があるんですけど、はい、売り物なので、うんうん、買ったお客様が、まあ、今後できるようにちょっと長めに残したいなと。なるほど、はい、やっていくんですけど、一個ちょっと今僕が手入れ途中のものがあって、これも心拍なんですけど、幹を抜くんですね、心拍、はい、そうするとシャリとの、まあ、コントラストが出るんですけど、まあこれは、まあ、普通の彫刻刀なんですけど、こういうので薄皮を剥いてこうやって、うん、でやった最後はこれなんですけど、はい、ちょっと若干こうやって茶色のが残るんですけど、なんて言うんだろう、毛羽だったようなのがこうやって擦ると取れるんですけど、その下に行くと幹の形成層が見えてきちゃうんですね。はい、そういう時にこのこれは1500番、ヤスリ、スポンジのヤスリ、スポンジヤスリの1500番でやると綺麗に出てくるんですよ、茶色いのが。こうやって赤い、なんていうんだ、さつまいも色みたいのが出てくるんですよ。そうするとより綺麗な商品に仕上がると。展示会とかの時はこれをやってあげるといいかもしれないですね。形成層ちょっと見えても、まあ、大丈夫なので、育成上は。だからこうやってこれを嫌う人もいるんですよ、この自然さがない。なるほど。だからそういう人はこういう状態で、僕も今なんだろう、売り物を作るんで、ちょっとこれはこの状態でやりますけど、はい、やるんだったら、まあ、一皮だけやるとしたらこの辺とか、こういう薄皮を剥いてあげるとピロッと剥けるんで、剥くとこういう毛羽だったのが出てくるんで、毛羽だったのはこのヤスリでやってあげると綺麗になります。とりあえずここに正面を置いて作っていこうかなと思います。ここから展示していこうと思うんですけど、こういう枝を、水を用意しといてここに入れて、まあ、こうやって入れとけば、はい、後々挿し木にも使えるので。なるほど。こうやっておくと意外といいように再利用できるこの木は。で、ここを剥離していきます。剥離とは、これ、そう、形成層を剥がしていくんですけど、一番上の枝がこれになるんですよ。頭をこれにして作ろうと思うんですけど、こんだけ吸ってたので枝があったわけじゃないですか、ここに、はい、急にこれ一本になると吸い切れるかわからないんですよ、自分の力で。水分も、そう、こいつらが上げてくれてたからこいつが生きてた可能性もあるんで、はいはい、若干ちょっと残し気味でこのぐらいで剥離していこうかなと思います。ちょっとここに余分なスペースを空けておいて、はい、こっちがちゃんと問題なく育ったらここまで木まで切ろうかなっていう感じですね。夏場だとこのやっとこで皮を剥いてこうやってやっていくと、ここに芯があるので、心拍のこの芯が、これ形成層なんですけど、これをビリビリって剥くとこの芯が出てくるので、まあ芯だけ残す形にしようかなと思います。で、そのやっぱり天神も
嫌味になる可能性があるっていうのさっきから言ってるんですけど、はいはい、まあ好き嫌いがあるんですよね、この長さとか。天神っていうのはその、まあ、天神に限らず陣はやりすぎるとちょっと下品になったりとかっていうのもあるはあるので、その辺はちょっとバランスを見てですけど、上にビューンって伸びてる陣が天神。天神ですね、うん、他の部署の部位の名前もあるんですけど、うん、あんまりいいは知らない天神だけ。そう、天神はやっぱり分かりやすいですよね。天神は上からなんかイカズジが落ちたとかそういうのが上手で、そこだけ枯れちゃったっていう自然の形を模して大体やっとここで剥がしていくものなんですか。まあ、この上で剥がしてもいいんですけどね。彫刻刀でも大丈夫、はい、夏場だと結構ペリペリペリって下から上まで行くんですよ、ね、うん、これもちゃんといいように粘点してるので、上が、はい、この辺もぐるぐるって、これ結構天神にしても面白そうかな。まっすぐだと面白くないんですよ結局天神で、あのただピッて当てると。でこの今食い込みの跡があるんで、はい、こういうのが結構味になったりするんですよ、天神、陣にすると。手でやっちゃってやっとこれやるとか言いながら、陣を作る時のコツというか、まあ、今はちょっとオーバーにやってますけど、はいはい、やっぱり嫌味にならないようにすることですよね。作業の中では例えば真ん中の芯のところを傷つけないとかそういうのがあったりとか、逆にこういうところも傷入れてあげると自然っぽさが出るんですよ、うん、まあ、ツルツルだと今削ったように見えちゃうんですよ、はいはい、それをまあ彫刻刀でもまた枝みたいなのでもちょっと傷つけてあげると風化したような雰囲気が出ると思うんです、うん、だからその枝は枯れるんですよね。その皮取っちゃう、もう全部枯れちゃうんです、うん、だからこっちに影響させたくないんですよね、うんうんうん、今ここに枝がついてるのから全部水を取ってたわけなので、はいはい、急にこれが一番上になっちゃうので、これぐらいですかな。いいように今、はい、こっちに行ってるのでこの先が、はい、まあここぐらいでもいい気がする、まあ、こんなにいらないかもしれないですけど、まあ、一応商品として取っておいてますね。最終的に針金をかけて、まあ、左流れにしていこうかなと思います。はい、これ陣作りはとりあえず以上ですね。この辺りもちょっと加工してあげて、こういうのでちょっと噛んでこうやってなんか傷つけてあげたりとか、そうすると雰囲気ができるんですね。なんとなくこうやってダメージ与えて、その自然の形を演出する。そうですね。でもし毛羽だってたらこういうのでもう一回こうやってやってあげてもいいかもしれない。作業内容的には初心者でもできそうな。そうですね。これはあとポイントとかですよね、うん、ただやっぱり嫌味にしたくないんです結局。すべては結局センスですよね。そうですね。そこはちょっといいものをいっぱい見て、はいはい、ここまでやっていいんだなっていうのは、なるほど、自分で考えてやってみるといいかもしれない。でここも今切ったばっかみたいな感じなんで、こういうのもちょっとこう抜いてあげて。へこの辺切ってるようにし、あとやるときは、まあ、こういうところを綺麗にしてあげると
いいかもしれないですね。で、石灰溶合剤っていうのが、まあちょっと今入手しづらいですけど、石灰溶合剤、溶合剤、溶合剤っていうのがあるんですか。はいはい。それがあるとそれをここに塗ると、まあ、もともと防腐剤なんですけど、はいはい、腐らないようにするためと、あとは幹が白くなるので、はい、まあ、陣がきれいに白くなるっていう。なんかどういう風にしようみたいな構想みたいなのあるんですか。そうですね、もう作る前にとりあえずある程度考えといて、はい、で今頭が大きかったので、まあ、なるべく小さくコンパクトにしたいっていうので、これを頭にして、はい、まあ、左流れを作ろうという形にしました。正面が今とりあえずここにしようかなとは思ってますね。 この辺でやろうかなと。この辺、はい、この辺が正面、はい、これを前に出てるから、あ、こういうで下げていくような、でこれが頭。そうですね。なるほど、わかりました。初歩的な話として、はい、針金を盆栽かける場合は基本的に下からかけていくので、はい、なので下のエレータからまずかけていく、うん、全ての樹脂においてやっぱり針金は次にかけるところを先手を読んでかけるんです。次にかけるところ、だからここの次にかけるところ。そうですね。こっちとか。とか、そういうのを考えながらかけるんですね。へえ。このぐらいの細さだったら、まあ、割かし細い導線でかかるんですけどね。で、ここの食い込みがあるんですね、こうやって。針金の跡。前にかけた人の。はい。それをなるだけ避けるようにかけてあげた方が木のためではあります。負担を減らすってことですね。そう、負担を減らす。で、とりあえず一巻き、二巻きしたら、次に逆にかける方をかけてあげる。よ。なるだけ、なるべく、間を空けないように。間っていうのは、隙間と針金の隙間。そうそう、そう、そう。間を空けないようにしてあげるのが理想ではありますね。どうやるかっていうのはもう決めておいてやるので、はいはい、その通りにやっていくんですけど、これを頭としたい場合にここがガサが多いんですよ。ガサ量が多いんですよ、はいはい、なのでこの辺はちょっともう外して上げて、ある程度の、まあ、大きいところの穴がきをしてあげるとやりやすいですね。サンタ君、はい。でも大体形が見えたかな。はいはい。で本来はこれと、ひろたさん、はい、これケーキ持ってきた。あれジェロームから。やった。冷蔵庫入れた方がいいかもしれない。あ、いいですか。ありがとう。はい。そして。なんとなくこんもり見えるように。ここに針がかかってるわけじゃないですか。でこいつをここに持ってきてあげるとこれが見えなくなる。ちょっとここがないと隙間が空いてるんで、こうやってこうがこれをこうやって持ってきてあげると、うん、いいな。針金を隠すみたいな。そうそうそう。でも盆栽始めたばっかりだとこの作業ってハードル高そうに見えるけど、でも数やれば、うん、やっぱり数やらないといけないですよね、うん、そのどこにかけたら
次はどこに行くとか、はい、そういうのはやらないとわからない部分が多いので、基本は下から。そうですね。まあ、かちょっとこの辺が多すぎるかもしれないけど、まあ、売り物として考えて、あんまり切りすぎず、そう、切りすぎに残してて、完成。完成。完成しました。今日はやったのってこれと針金掛けじゃないですか。そうですね。だからこれのポイントとこれの針金掛けのポイントみたいな。このポイントは、まあ、若干ちょっとオーバーなんですよね、今。やるとしたら、まあ、ここぐらいでいいかなと。そうすればこっちにも帰ってるので、せっかく右流れになってるし、ここでこうやって切れば、右流れになるから、ちょうどいいぐらい。購入した人がアレンジできる余白を残してる、ね。そうですね。で、若干この辺が多いんですよ。はいはいはい、左、せっかく左流れにしてるんですけど、うん、この辺が流れと逆が多いんですけど、まあ、この辺の奥の懐の枝が充実してきたらまた詰めてあげればちょうど良くなると思います、うん、このぐらいにしてあげれば、うん、良さそうですよね。バランス的に、バランス的に、せっかく左流れにしてるの で、うん、で実際これも購入できるんですね、当時で。そうですね。でこれを今やってもらう前の段階のも販売されてる。はい、うん、だからこれを購入してさっきと同じような作業を自分でやってもいいし。そうですね。あの天神作る作らないもありますけど、これなんかも針金かければもうすぐ見物になったりとか。天神必要ないですよね。この辺もちょっと潰してこうやって、この辺が見どころなので、この板抜きになってるんで、うん、この辺はちょっと見せてあげないといけないですけど。なるほど。落ち枝みたいになってかっこいい木になる。あとはもうこういうのでもここを展示にしてもいいし、うん、まあ、ちょっとここがあるのでこれを潰して頭にした方がいいかもしれないですけど、はいはい、あとは面白い木だとこういう木とか、この根元からひねりがあるし、この辺もいい曲がりがあるので、これもおつな木ですよね。なるほど。まあこの辺がで自分のなんかやりたい形を探して実際作業するっていうのもいいですよね。で教室通えばそのまま買って、そのまま作業もできると、はい、教えてもらいながら、はい、で、まあ、時期で針金かけたり植え替えをしたり、そうするともうガラッと表情が変わってくるので、それを年間通して見るっていう、うん、まあ、教室の楽しさがあると思います。そうですね、はい、結構やっぱ成長も早いしやることも多いから。そうですね。であとやっぱりこの辺の完成された、はいはい、幹が完成された木を一つ持っていると、うんうん、例えば自分が挿し木をするときに、はい、これをこういうのをお手本にできるんです。これを真似て作ろうと。なるほど。やっぱりサボってしまうとまっすぐになったりとか、ねじれがなかったりとかするので、そうするとちょっと商品価値がなくなってきたりとか、面白い木じゃなくなっちゃう、うん、要は挿し木をして根が生えた時にあの針金入れるかどうかってことですよね。でこういうのは全部入ってるってことですよ。もうだからちっちゃい時にこういうのは針金をかけないとこんなねじれなんて できないので。なるほど。これをやっぱりお手本としてやるっていうのができるんですね、うん、それを所持していると。最初の一個としては結構シンパがおすすめ。おすすめですね。お疲れ様です。はい。ちなみにこのさっきみたいにやったやつってあっちになるんだ。そうですね。この辺もそうだし、これもそうだし、うんうん、これはもう加工済み。はい。そうですね。鉢も違いますもんね。あとはこの辺は違う金箔ですけど、いろんな金箔もあるので。この辺かっこいいですね。そうですね。ちょっとちっちゃい。あの詰まってる感じですね。うんうんうん。やっぱり、ね、これ詰まってるっていうことはこうやって。懐から出た枝を大切にして詰めてやってこの大きさになっているので、
そうですね。この辺もやりがいありますね。そうですね。やっぱりこの太あの足元の曲を見ると、ちょっとサボっちゃったのかなとか、そういうのを感じますよね。